映像を振り返ったら、倒れた後振り返ったら、カニバルがいたの。後ろ側にいんの。板に当たらないうちに、貫通したように見えてんのに、俺に当たったように見えてんのに、さっきの、カニバルの映像がマジで変なの。マジで勘弁してよ。俺が唯一バランス取れるから、絆持ってるから、チームのバランスを取れるのは唯一俺だから。唯一かどうか知らないけど、もともとデドバセンスもあるから、センス、他の3人を生かす動きをずっとやってるからね、ずーっと常時。仕方ない、体勢立て直しの方が大事。ベンが大変なことになる。野良はできない。野良の弱点は不祥事で回せない。中盤なら捨てるけど、まだ早い。諦めちゃいけない。頑張って、ベンはやられる前に行きたいんだ。ジルとかは勇気を持って回せないタイプ。ここは長いはできない。ポイントは回す位置。ダリーナと俺の位置が違う。で、この問題児。ただ近づりの危険性あり、この位置は。これなんだこれ。触ってほしいな。クモンのトレイルとか。わかんねえぞ、これ来ても。今は面が狙われてるからいけるけど。触ってほしいわ。長くね？包丁とかね、あれにして、ああ。
本当にこの誰がチェイスしてる盤面って本当に俺が外れに回してると美しいよね。本当に芸術の作品だよね、一種の。びっくりするほど自然にゲームが楽になっていく。ビビるほど圧勝に見えるけどっていうゲーム展開を作ってるっていう、えっていうレベルぐらい美しいゲーム展開を作るっていうファンタジスタ。本当に誰がヒロちゃんをデッドバイの10番じゃないってやつ、今誰が見てもヒロちゃんがいればゲームがもう生まれ変わるっていう。何してんの？降りろよ。何してんの、あの倒れたやつは。なんでこんななの。見捨てろ、見捨てろ。耐久時間がある。これなんだ、弱音はなしだじゃないよな。見ろよ。発電機回してほしいけど、ノラモブの力じゃな。やば。落ち着け。人の治療失敗してんじゃねえ。何がそんなのがエースだ。このようにヒロちゃんの立派なところは自分のミスを、自分をね、戒めてるんだよ。波のプレイヤーじゃねえんだよ、ヒロちゃんって。超一流ってのは、心が優れてなきゃ超一流にはなれない。同じじゃダメだ。待て。ちょっと違うところにたどり着けないか。どこだ。わかんねえ。ここなんか入り口あったとこか。違うな、ここ。景色的に違うわ。真ん中以外はないか。真ん中以外使いたいんだが、なんでねえんだろう。真ん中以外、上かこれ。あのさ、固まんないようにするって発電機の位置が分かんないでどういうことよ、梅さんに言うけど。一箇所しか見えないでどういうことよ。こんなことってあんの？いや、いくらなんでもひどくね、これ。あった。効率よく出ればいける。
これはこれはヒールシャーデッドバランス、ワーフ、迷いない脱出、一人抜ければゲーム終了、余計なことはいらない、チームのために駆け抜ける確定一勝、気持ちいいレベル、呆れるほどのレベル、これでいいんだよ、みんながこれで勇気持って抜けられるんだから。あ、もちろんね、応援してますよ。他の3人、サボりも入れてないし、この人たち別に。うん。だけど、俺のプレイは変わらないから。いや、こう、まあ、デスリンガーだけは気をつけた方がいいよ。まあ、目視でかわせるなら別にいいけど、狙われた時に引っ張られるよ。これがあるよっていう。ただ、まあ、うまく逃げれればいいけど、引っ張ってもらっても逃げれるっていう、まあ、なんでしょうけど、おそらく。おそらく。うん。腕試しをしたいんでしょう、要するに。うん、まあよかったです。全員サボってるわけでもないし、ちゃんと必死で頑張ってる人たちのためだったら頑張る。ね。それでいい結果が出ればね。同性訓養のあれの影響なんだ。途中のあの、衰弱の人は。ああ、楽しいね。デッドバイ楽しいね。まあいいんじゃない、たまには人狼は平日だ。